ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。はい、今日は武蔵野線、東武東上線、西武線を回りたいと思います。東武東上線、浅香台駅にやってきました。東武東上線というのは、昔は、秩父鉄道とも直通運転をしてたそうです。はい、副都心線を直通運転して東急東横線の車両が来ました。オレンジ色の電車が出発しました。これ副都心線だと思ったら東武線の電車でした。オレンジ色はシャイニーオレンジ色っていうそうです。東武の茶色はえんじろうっていうそうです。窓の外を見ていたら TJ ライナーの車両が走ってました。どうやら川越まで結構早く着いちゃうみたいなんで、途中でちょっと別の電車に乗り換えます。1番線に快速小川町行きが参ります。黄色い点字ブロックの後ろまでお下がりください。万全のため駆け込み乗車はおやめください。川越にやってきました。ちょっと降りて、駅を外から見てみます。
西武線の方の、本川越駅の方にやってきました。全然人が乗ってないのでちょっと撮ってみます。はい、長く停車するということなので、レッドアロークラシックが来たので撮ってみました。新宿線の方に移ったみたいですね。暇なんでちょっと降りてみようと思います。駅の上から、撮影してみました。こんな感じで見えるんですね。左奥は昔の線路の跡地です。
ご視聴ありがとうございました。